ちょっと下見ていただいたらわかるかなと思うんですが、こちら、羽板買ってきました。で、天井と、壁に使っていく羽板になります。厚さがね、9ミリの薄いタイプの羽板、たまたまね、建材屋さんっていうところで、ちょっとツイッターでね、建材屋さんに聞いてみたらことを言われたんで、ちょっとね、建材屋さんに電話してみたら、なんと個人でもね、売ってくれるということで、羽板買ってきました。で、3m90×86×9 の羽板になってます。これ見てください、これ。これすごくないですか、この工具。全部自分でね、買いました。って言いたいところなんですけど、全部ね、借りてきました。で、これね、素晴らしくて、これブロワーね、ちょっと半信半疑で借りてきたんですけど、これ一回使ってみたらね、ハマってしまって、これはね、すごいええなと思いました。しかも怖くないし。で、まあそれはいいんですけど、YouTuber の F スタイル中チャンネルっていう、チャンネルがありましてですね、まあアウトドアとか、まあ車中泊とか、まあメインは釣りなんですけど、まあ様々にアウトドアに精通されてる中さんという方に以前からね、ちょっとツイッターでお付き合いの方がありましてね、今回ちょっと貸していただけるということで、なんとね、このプロの工具をね、1、2、3、4、5、で、これと6、ほんで、あと、ドリルドライ、こういう、エンドドライバーみたいな、7点、借りてきました。インパクトとか買おうかなって悩んでたんですけど、やっぱ高いんでね、予算的に厳しいんで、こんだけね、道具があれば、だいぶうまいことできるんちゃうかなということで、中さん、ありがとうございます。貸していただいたね、お礼というか、まあ、せっかく貸していただいたんで、クオリティの高いものね、仕上げていきたいなということで、頑張っていきたいと思います。ポータブル電源でギリギリ使えそうなんで、チップ層でね、カットの方していきたいなと思います。ワクワクしてきました。すごいな、この工具。切れんわ。なんか怖いね。これ中さんに聞いたんやけどさ、これはもう使わん、こんなんいらんけどな、って。使って。これは一応怖いからやっとくかな。よし、これで動かんように一応、で、これで閉める。いいんじゃない。はい、いくよ。カットします。電動のこれで、こういう感じで、というわけで1枚目ね、ちょっとやっていきたいんですけど、換気扇の縁からねいきたいっていうのと、下穴の ドリルで下穴開けてからビスで止めたいと思います。今回サラネジ使っていきます。今一応ね、下穴開けましてですね、こんな感じになってるんですけど、サラビスなんでね、ちょっとこの皿の分だけさらいたいと思いますんで、今からその分開けていきたいと思います。で、今回使用する、ビスなんですけど、この皿のタッピングビス使っていきます。16ミリですね。板9ミリなんで、まあそんなにね、ウッドキーそんな思いっきり押さえんでもいいかなと思って、あんまり長いの買ってこんと、天井当たらへんぐらいのやつ買ってこいし、だからマキタのこの 18V のインパクトでね、ちょっとドリルも使っていこうかなと思ってこうやってやってるんですけど、これね、ちょっと威力がすごすぎてね、ちょっと対応ができるかっていう話なんですよね。怖っ。あ、もうこんなもんやね。はい、こんな感じでちょっとね、やっていきたいと思います。だいぶね、ちょっと暇入りそうな気もしますけども、これハマるんかな、このドライバー。あ、ハマるわ。これでもな、締めすぎる気すんねんな、強いすぎて。怖いな、これ。すごいな、このインパクト。強烈やねん。怖っ。緊張しますね、これもね、なかなか。まあ、とりあえず、打ってみようか。で、あかんかったらあかんで、また外したらええやん。うん。固定してみようとわからん。なんか3ミリのビスやからさ、食い込みがすごい。ちょっとまあ、あのインパクトね、使い慣れてないってもあるんですけど、ちょっとこの皿の分までさらった方がね、奥にまで行ってしもたんですけど、このそのまま下穴だけ開けて皿の分をやらんとやったやつの方が
と綺麗に収まったんで、ちょっとこの方式でね、いこうかなと思います。まあね、ちょっとネジ下穴開けてやったんですけど、なんか何これ頭だけ折れてしもて、3ミリもこれ弱いな、ネジな。弱い、まあ弱くていいんやけど、別にネジザウルスが欲しいな。やばいか、OK、どっちにか、どっちか動いたゴソゴソなってくるんやけど、で、今からなんですけど、ちょっとここにね、ダウンライトね、埋め込んでいきたいなと思ってまして、60ミリのね、ダウンライト用にちょっとドリル買ってきました。この1回ね、自由切りっていうやつでえらい目に遭ってるんで、今日はね、ドリル使って上げていきたいと思います。2000円出したかやろう、これ嬉しいな。よし、こんな感じでちょっと続けていきますね。めちゃ嬉しいな、すげえな、めっちゃ綺麗にできる。まあ僕の車特になんですけど、頭のところのね、面積がスペースが狭いんで、まあちょっとでも高く、目立たなくにできるんで、今回埋め込む方式ということで、これでね、難点としてはちょっと蓋つけるときにつけにくいと。なんでかっていうと、こういう風にね、奥詰まったところにつけてるんで、で、こうネジ止めるじゃないですか。ネジ止めてからカバー付けになるんで、カバー付けるのにね、結構昨日からね、苦戦しておりましてですね、実はこれがね、付けるのが大変なんですよ。こういう風にね、奥になってるんでね、回すのがね、超大変で、昨日両面テープとか使ってやったんですけど、両面テープもね、気をつけないとね、両面テープの粘り気というか粘着面がね、この縁についてね、なかなか取れないんで、ちょっと気をつけた方がいいなって思いました。わかりますかね、こうちょっとこう粘着のところがついてしまってですね、まあ綺麗に拭いたらいけると思うんですけど、ちょっとそれが手間やなと思って、たまたまちょっと新しい蓋があるんでつけてるんですけど、ちょっと粘着テープ最終手段で使うのはいいんですけど、最初から使いすぎると多分取るのが意外と大変かなって思います。結構薬品とか使うのもね、気なんで、気使いますんで、回るうちはこうやっていいんですけど、だんだん回らなくなってきたら、ゴム手袋とかでこうグリップさして回すとか、ちょっと工夫がね、必要です。まあ、ある程度ね、ひっついといて蓋落ちてけへんかったらええかなとは思うんですけど、もっと言えるなら、ダウンライト購入するときにこの円にね、ぴったりのやつじゃなくて、ちょっと外側にね、こうはみ出た蓋のやつがあるんですけど、そっちの方が多分穴のこういうとこが見えんずにね、収めれるんで、綺麗に仕上がるかなって、個人的にはね、ちょっとつけてからなんですけど、まあ思いましたね。 Amazon とかで調べると、この縁にも蓋があるので売ってるんで、もしこれから買おうかなとしてる方は、そっちの方が若干出っ張るんですけど、そっちの方が綺麗かなと。ここの円がもしちょっと汚くなったり割れたりしても隠せるんで、そっちの方がええかなと思います。昨日を丸1日13時間かけて、やりました。電気ね、こんな感じで埋め込んでましてですね、だいぶすっきりした感じで、こう歩いていてもこう当たらへんで、いい感じなんですけども、今日も張り切って、張り切っていきたいと思います。これやばいな、やばい、激怖やな、一回音鳴ってるし、これ怖えな。今ちょっとね、これちょっと立つ部分のところの頭のとこになるんですけど、ここをちょっと、切りました。でね、ここがね、もうめっちゃ細いんでね、ちょっと取り付けするときとかに割れないかなっていうことで、ちょっと慎重にね、ここから作業していく必要がありそうです。ちょっとね、いけるかなって感じですね。これは怖いな、これマジで怖いな。
負荷かかったら折れるような、はめ板貼れる時とかに。で、ここにつけていく。うまいこといったとこしか映してないけど折れるわ。はい、できました。こんな感じで綺麗に電気つきました。実はこの横ね、貼るのが一番ちょっと難しくてですね、このままナローハイルーフなんですけど、まあここのね、ここもう一枚ぐらいまではまだいいんですけど、こっから先がね、急にストーンとこう落ちてきてるんで、ここね、調整しながら貼らなきついということでね、これが結構ね、大変です。はい、でちょっとね、ここの上の部分のちょっと調整していきたいなと思ってるんですけど、ここちょっと見にくいんですけど、ここにこうちょっと出っ張りがあるんですよ。でこれね、外そうかなと思ったんですけど、配線とかの関係もあってね、出てる方が都合がええということで、ちょっとねこのまま使いたいということなんですよね。こういう感じでね、ここちょっと少々強引めにこう挟みましてですね、これ 12 ミリぐらいに切った板なんですけど、もうここから傾斜つけていきます。ここで1個ここにこうちょうどいい、ちょっと下目になるんですけど、1個挟むと。で若干ここで傾斜がね、今本来やったらまあ壁に対してこうやったのがちょっとこういう風に向いてます。で次ね、ここの手前にまたもう1個、この出っ張りの手前にね、もう1個板が入るんですけど、33ミリぐらいの板、こういうの切ってまして、ここで、ね、こういう感じで挟むんですけど、これを間に、そうすることで、傘上げしとくことで、例えば次の板、ここの板も、こう、きれいにこう貼れるということで、針に、ね、土台というか、ちょっと当て木みたいにして、カーブ。作っていこうかなと思ってます。で最後の方は結局、こういう風に、ね、なってきて、で最後はちょっとこれ切らなあかんのですけども、幅を、まあ、こういう感じに、まあ実際はこうなんですけど、こっちにはめて、ね、やや強引めにやってますけども、多分ちゃんとカットすればね、切れるんかなと。この辺でカットしたら、ここにちょうど収まるかなと思ってます。はい、まあ、ちょっとね、やってみないと、どこまでうまいこといるかはわからないんですけど、まあ、ちょっとこの流れでやってみようかなと思います。今一応ね、ちょっと針にこう、下、なんて土台みたいなのをこうつけました。で針の形も結構一本一本いびつで、例えばここやったらね、ここは結構出っ張ってるのに、ここはねへこんでたりするんで、その分こう木当てたり当てへんかったりとか、こういう風に場所調整してね取り付けしてます。もうドリルを、あ、何本持った？3本ぐらい。ほらはい入れへんわ。うわ、割れそう。これ最後むず。入れんの。というわけでね、今のこちら側の板の方が貼り終わりまして、こんな感じ。左下からね出てる配線は、まあ、間接照明でもつけようかなということで、出してます。でこのままずーっと上に行くとダウンライトがあって、で、換気扇ですね。換気扇がこんな感じでついてます。でこの換気扇なんですけども、この換気扇の蓋に関してはね、ちょっと加工が必要なんで、ちょっと加工して使いたいと思います。でそのままずっとダウンライトが合計前まで8つですね、前のあそこ木のとこ空いてるとこあると思うんですけども、30cm×50cm の、足元スペース 160cm 以上必要という部分で、開口したまま残してあります。一応ねこんな感じで、貼り終わっています。まあ多少ね、結構このカーブのところがね、まあ隙間があったり、まあ、ちょっと若干切り方が甘かったり、雑なとこね結構あります。ここ
こちょっと、もうちょっと頑張れたかなと、終わってみてからなんですけどね、思ったりね、このこういうとこですね、この隙間の違いとか。で、この板のひび割れなんですけども、ここはね、まあ、元々の木材がね、若干ひび割れてて、木ってね、ログハウスとか見たら結構わかるんですけど、割れてることっていうのはよくあるんで、まあ、それも一つね、味かなということで、ビスでね、割れたわけではないです。ちゃんと下穴開けてやってますんでね。で、まあ一部ね、こんな感じでミスしたところとかは、まあ、後ほどパテでね、埋めようかなというふうに思ってます。なかなか、じゃないでしょうか。ここまだちょっと空いてるんですけど、これ最後ね、LED の配線、こんな中通って、ここからずーっと下行って、今まだここまでなんですけど、これこんな中通って、バッテリーのとこにこう来るという感じで配線するんですけど、こっからの配線がこう来て、ここにあると。で、この上の、この LED、この LED の電気、8つのこの電気たちが、すべてですね、この横の、ここのところに配線を通して、このまま、こう下につながるという感じですね。で、最後配線やってね、ここも蓋して、天井の方は完成となります。ということでね、ご覧ください。こんな感じで板の方がね貼り終わっております。こちら側もこんな感じで板の方がね貼り終わっております。今回使用するねテープ LED なんですけども、ホワイトの、まあ、テープ LED ということなんですけども、これめちゃ安くて Amazon でね1本なんと430円ぐらいでした。確かで、これねなんとねすごいのが500cm、まあ、5メーターですね。テープ LED ってね、なんか、Amazon とかで見てる情報ではなんか切っても使えるみたいなんで、今回これ切ってね、使っていきたいなというふうに思ってます。ほんまいけんかなって思うんやけど。一応今確認しましたらですね、このテープ LED カットの方ができまして、配線こうやってね、2本がついてシンプルなあの作りで簡単なんですけど、ずーっと伸ばしていくとね、こういうポイント。このなんか、銅みたいな、なんかポイントがありましてですね、このポイントがね、ちょこちょこ、まあ、5センチ、6センチぐらいの間隔であるんですけど、このポイントやったらね、切れるみたいなんで、このポイントで切断してね、使っていきたいと思います。で、5メーターなんで、両サイドね、これ1本で賄える予定なんで、まあ、大体ここの長さがね、2メーター20ちょいぐらいなんで、まあ、その長さで切ってね、今回使っていきたいと思います。一応なんかカットしたらね、サポート保証の対象にするっていう風には、書かれてましたんで、まあ、自己責任で、やってくださいっていう感じなんですかね。リマースイッチってやつなんですけど、これ、どこかでね、見覚えある方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと以前見せてもらったね、エルフキャンピングカーの方についてましたね、このリマースイッチなんですけど、これがねあの時見てこれはええなということでね、すぐ真似して購入しました。本付けではなくて、ちょっと試しにちゃんと LED が光るかっていう実験でつけてるんですけども、これで光ればねちゃんと配線して、やっていきたいと思います。今からちょっと試し付けねしていきたいと思います。はい、今ちょっと仮にね接続できましたんで、ちょっとオンしていきたいと思います。おはい、というわけでこんな感じでねテープ LED、つきました。はい、こんな感じですね。めちゃめちゃね綺麗にこうなってまして、こんな感じで、ね、これモバイルバッテリー仕込んどいたらこうやって、おしゃれに着こなすことができます。はい、というわけでね、ちょっとまあだいぶ飛ばしにはなるんですけども、板張りの方進んでおりましてですね、まあ今横の壁の途中のとこまで来てます。でまあ飛ばしなんですけど、別に大して難しいことなくて、ただ単にここの、はめ板なんで、はめ込みのところをねはめて順番にサイズ合わせて切っていってるだけなんで、まあ、単純作業なんですけど、だいぶ雰囲気変わってきたかなというところで、ポイントなんですけども、この辺ですね、
まあ、この辺もともとハイエースってここに荷室とで乗員、乗車定員とる、座席と区切る、バーをつけるために、ね、ここに、まあ、穴が開いてて、ここで仕切るようになってるんですけど、まあ、キャンピングカー登録一応目指してますんで、ここのね区切り棒のバーのところの棒がねいらない状態になりますんで、今回ここももう隠してる状態になってます。でその隠したついでにねそこの、ボルト使って固定してる状態になってます。このちょっと上の方見てもらうと、ここはねシートベルトの穴なんですけども、こちらもね今回ちょっとシートベルトはつける予定ではないんで、一応穴は開けてるんですけども、まあこういう感じになってて、最終的にはまあボルトぐらいはボルトをねじ込んどこうかなというふうには思ってます。ちょっと合間に、嫁さんが唐揚げ弁当、唐揚げ丼、半熟卵というかほぼ名前なんですけどね、持ってきてくれたんで、これちょっと食べて腹ごしらえしてやっていきたいと思います。嫁さんの唐揚げ弁当、唐揚げは全国にか店でできるレベル。疲れた。いや疲れた。これは手伝ってもらわなかったらできてないわ。今、まあ塗装なんですけど、まあ水性のねこういう塗料なんで、まあハケで薄く、まずは薄く伸ばしながら、塗っていこうかなと思ってます。はい。どうした？だから1000円やって。1000円か。もう安いよ。普通だってちょっとおしゃれなペイント剤買ってきたら、うん、一缶で3000円ぐらいするから、うん、なんか売ってるやん、そのおしゃれなミルクみたいな、そうあんなん買ってきたら高いけど、うん、まあ3000円も1000円か2000円ぐらいはすると思うね、一緒の大きさで、うん、でもこれやったら、まあ、普通のやつやけど、うん、これで3000円やから、3000円じゃこれで1000円やから、うん、めっちゃ安い。今まあ一回ね塗り終わりまして、まあちょっとね白くなりました。まあ木目残したね塗装が良かったんで、まあ僕的にはねすごい満足。塗ったところがねこの壁のこっからこの下の部分を塗ってます。でこっから上の部分はねまだ何もやってないもともとの状態で、こっから下だけね白く塗ってる状態になります。だいぶね白くなったんですけど、若干分かりにくいっちゃ分かりにくいかな。今2回目ね塗り終わりまして、だいぶ白くなりました。まあ僕的にはねもうこれぐらいちょうどええなっていう感じですね。壁の方がね完成しました。まあ個人的にはねまだ初めて、はめ板使ってまあ施工した割にはまあまあかなと思います。でまず1箇所がここのねこの面の部分なんですけども、この面の部分がね若干処理が甘い。ここの上の隙間の感覚とこの下の感覚が違うとか、こういう処理の甘さが意外とね目立つんかなというふうに思いまして、まあ若干もうちょっとここはよう考えてやっといてよかったなというふうに、思います。まあもう一個のポイントは先の前のとことまあ似たようなもんなんですけど、このね最終のこのラインのねヤスリがけ、やっぱ結構こう角張っててね子供とかいてるとやっぱり危ないんで、もうちょっとね綺麗にヤスリかけてからやったらよかったなとちょっと後悔してます。まあやるときはねまあ後からでもいけるやろうって思ったんですけど、やっぱ後からでやりにくいんで先やっとくべきでした。まあ、逆にいいポイントとしてはここ窓つけたんですけど、まあちゃんとここにね木のフレームを入れてるおかげで、まあ壁がめちゃめちゃ頑丈っていうところは、まあ、やってよかったなっていうふうに思います。まあ、両サイドねやっただけでもねかなりこう雰囲気が変わって、まあ、僕的にはかなり納得いくような、内装になってきました。
で、まあ次回なんですけど、次回ね、いよいよ僕が今ここの座ってる、この座ってる位置に、まあ、下にちょっと木材も置いてるんですが、ベッドの方を作っていきたいなと思っております。で、伸縮式のベッドで、大人がまあ2人分寝れるスペースを作っていきたいなと思ってます。はい。で、まあサイズとしてはね、まあ規定サイズの 1m×180cm、 まあ大人2人なんでの、大きさ以上のベッドを作っていきたいなというふうに思ってますんで、ぜひそちらも、ね、また見ていただけたらなというふうに思います。はい。というわけでご視聴の方ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。さよなら。